り返ってみれば、私がこのパム TV を始めてからもうすぐ2年が経とうとしています。なんだかすごくあっという間だったんですけれども、いろいろな出来事がありました。そこで今回は特に印象に残っていることを振り返っていきたいと思います。まずは第3位、特別ゲスト平間樹里ちゃんとコアラ課長。コアラ課長はですね、間近で見ると結構リアルで怖かったんですけどね、慣れてくるとなんか瞬きもちょっと可愛らしくて気も可愛い感じでした。そして平間樹里ちゃんはレモンジェルプロジェクトで一緒に共演してたんですけれどもね、あの榊原冬美ちゃんもコスプレをして登場してくれたんですけれども、樹里ちゃんといえばマシンガントークということで、喋り出したら止まらないキャラは未だに健在です。第2位はコスプレ。本当にいろんなものを着させていただいたんですけれども、自分的に一番お気に入りなのはやっぱりチャイナドレスです。やっぱり自分が大好きな衣装ということもあって、気分はウキウキの収録でした。それからエリカ・キャンベルのコスプレもしましたね。キャラクターと一緒のお洋服を着るっていうのはやっぱり新鮮で、キャラクターにちょっとでもこう近づけた気分になってとても幸せな気持ちになりました。私たち6人のステージもとってもパワフルです。行ってきます。第1位は絶叫マシン克服計画。もう本当にね、最初は怖かったんですけど、これ最後の方になるにつれてだんだんおかしくなってきました。でも一番怖かったのはやっぱりクレイジーヒューかな。あれ実はあの収録1日で全ての乗り物に乗ったんですよ。もう克服どころかその後一向に遊園地に行きたいとは思いません。克服できてませんね。こうやってみると本当にいろいろなことをやってますね。今年はどんなことをやるのか、また楽しいようなちょっと怖いような気もしますが、次回も何やら特別企画が行われるようなので楽しみにしていてくださいね。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。休暇が入っちゃったみたいだから私もう行かなくちゃ。どこか具合が悪くなったらいつでも私を呼んでちょうだいね。それじゃあ。